皆さん、お元気ですか？市民リポーターの市村ひとみです。読書の秋、スポーツの秋ときたら、次は祭りの秋。今回のチャンネル四日市は10月3日に行われた塩浜地区のお祭りを中心に、塩浜地区をご紹介します。それじゃあチャンネル四日市スタート。今日は塩浜地区挙げての大きなイベントなんですって。ということで、会場の塩浜地区市民センターにやってきました。にぎわってますね。準備も進んでるみたいですよ。さあ、いよいよイベントの始まりです。オープニングは塩浜緑園の園児たちによる発表ですよ。この発表は毎年恒例で、塩浜地区にある3つの幼稚園保育園が順番に披露しているんですって。みんな元気いっぱいで可愛らしいわ。今回のイベントのタイトルはなんと、祭りだみんな集まれです。タイトル通り、たくさんの人が集まってきていますね。さて、子どもたちの可愛らしい発表の後は、塩浜音頭愛好会の皆さんによる踊りです。大人も子どもも一緒に踊って盛り上がっていますね。私も飛び入り参加しちゃいました。これはめちゃめちゃ楽しいイベントになりそうな予感がするわ。塩浜児童館から移動児童館が来ているそうですよ。塩浜児童館を利用している子どもたちによる人形劇の発表です。子どもたちはこのイベントのために練習してきたみたいですよ。塩浜地区のイベント、祭りだみんな集まれは、地区市民センターと民生委員児童委員協議会が主催。他にも連合自治会や社会福祉協議会など、塩浜地区のありとあらゆる団体の協力で開催されているんですって。すごいですね。さて、もっとたっぷりイベントを紹介したいのですが、ここでちょっと塩浜地区についてご紹介しましょう。塩浜地区は四日市市の南東部にあります。昔この辺りで採れた塩を地元の御園神社を通じて伊勢神宮に奉納したことから塩浜というそうですよ。全然知らんかったわ。今では海岸沿いに石油化学コンビナートが広がる塩浜地区。この工場群の夜景が四日市の観光資源として人気を呼んでいます。塩浜地区は古くから漁業も盛んな地域なんです。現在では漁師さんも高齢化が進んで少し寂しくなりましたが、かつては大変にぎやかでした。また狐の嫁入り道中という節分のお祭りで有名な宮窓神社もあります。昔の下街道沿いにはおよそ190年前に建てられた常夜灯が地域を守るように立っているとか、地蔵堂が全焼するような火事でも
無傷だったお地蔵様が地域で大切にされていたり、寛永年間からの歴史があるため戦時中でも国への提出を免れたお寺の梵鐘があったりだとか、歴史的文化と四日市発展の歴史が塩浜地区にはぎゅっと詰まっているんです。さあイベントに戻りましょう。子どもから大人まで楽しめる催しがたくさんありますよ。ここは手芸と折り紙のコーナー。大人から子どもたちへ教えているんですね。私も折り紙に挑戦します。そしてこっち反対側も中に中へ、はい、中へ、はい、はい、自分で、そう、はい、自分で、はい、自分でやります、自分で、ね、で、ここで、こっちと、ひっくり返して、こっちをここで、ここやね、これですね、そうそうそう、ほんで、こうやってこれを、できたー結構難しかったです。この最後の組み立てが難しかったです。でも助けてもらってできましたよかったちゃんと箱になりました。こちらでは竹細工をしてますね。さすが年長者の皆さん、昔取った杵柄、手際がいいですね。子どもたちも楽しそうですよ。昔取った杵柄といえばこれ、昔遊びのコーナー。みんな楽しんでますね。私も遊ばせてもらおう。こうしてさまざまな年代が分け隔てなく一緒に遊んでいる様子が見られるイベントっていいですね。塩浜地区の皆さんのつながりが見られて微笑ましいですね。あー、いっぱい遊んだのにお腹が空いてきたわ。あ、いい匂いがする。あ、カレー発見、おいしそう。これは民生委員児童委員さんと塩浜女性の会の皆さんの手作り。300食限定で大人気なんですよ。しかもこれが一皿100円、お得ですよね。それじゃいただきます。おいしい。並ぶのもわかるわ。遊ぶものだけじゃありません。健康相談や育児相談、体重や握力、血圧測定ができる福祉コーナーもあるんですよ。消防団による消防コーナーもあります。地域を挙げてのイベントなんですね。お祭り盛り上がってるでしょ。とにかく塩浜地区は催し物がたくさんある地区なんですよ。毎月第2、第3金曜日に開かれているのはふれあいカフェサロンホット。誰でも気軽に立ち寄って楽しくおしゃべりしてゆっくりとくつろぐ憩いの場です。防災意識の高い塩浜地区では防災訓練もしっかりと行われています。今年2月には大地震が発生したことを想定した避難所運営訓練が行われ、たくさんの人が参加。皆さん真剣に取り組んでいましたよ。3月に行われているのは鈴鹿川クリーン作戦。塩浜地区を流れる鈴鹿川をきれいにしたいと毎年行われています。地域住民はもちろん地元の企業などおよそ1500人が参加する大規模な清掃活動。みんなで地域の環境を守っているんですね。さらに
10月には人権をテーマとしたトークショーやコンサートなどがあるお月見フェスタ、地域の名所を回る街歩き、サークル活動などの発表の場になる文化祭、そして今回のイベントも10月、もう一つ一つ挙げて紹介できないくらい盛りだくさんなんですよ。すごいでしょう。さてさて、塩浜地区市民センターでは獅子舞が始まりましたよ。あれ、小さな獅子も出てきましたよ。実はこれ、舞を行っている河合町のオリジナルで作られた小獅子なんですって。塩浜地区の獅子舞は江戸時代中期に始まったと伝えられます。笛や太鼓に合わせ獅子が舞い踊る勇壮な姿、見とれちゃいますよね。地域の伝統芸能として受け継がれている大切な獅子舞だそうですよ。結構古いね地域ですけども、非常に塩浜の工業地帯ができた時から、大きく変遷してましてね、皆さんよくご存知のように公害の時はですね、磯津を中心に大変な時期もあったと。で今は企業さんとですね隣り合わせにあるということで、大変なんですが、その中にね結構歴史的なものも江戸時代からずっと続いて未だに行事もやってます。今日の昼にもですね、地元の河合町というところの獅子舞もやってますし、今年は御園町がですね獅子舞を復活しましたし、で今長谷田市長っていう古いね昔の地域もねお祭りでちゃんと大きな神輿が、四日市のトップの大きさの神輿がですね今飾ってあるんですよ。そういうことでなかなか神輿も担げないんですよ、人がだんだんいなくなってね。それでもそういう文化財もね結構ありますしね。そしてやっぱり塩浜の方はですね、郷土愛に燃えてる人が結構多いんじゃないかなっていうのを私は思ってます。そういう意味でね、塩浜は何かこうやって行事やるって言うとねさっと集まってきてくれるっていうのがね、それが一つの自慢じゃないかと思ってますよ。はい、いかがでしたか。たくさんの人が地区市民センターに集まりましたね。このイベントだけでも塩浜地区の皆さんのつながりの強さが感じられますね。皆さんの住む地区はどんな地区ですか。いろんなイベントに参加してみて自分の住む地域の新しい魅力を発見してみてはいかがですか。今回のきらり四日市人は脳性麻痺を抱えながらもボッチャサークルコロコロ四日市を発足させた古畑房子さんです。古畑さんは障害のある人のために開発されたスポーツボッチャを普及させるため昨年秋にボッチャサークルコロコロ四日市を立ち上げました。ボッチャは赤青それぞれのボールを投げたり転がしたりしてジャックボールと呼ばれる白いボールにいかに近づけられるかを競うスポーツです。古畑さんは7月初めに北海道で行われた全日本選手権予選会に出場しました。全国のレベルを知り改めて練習に対する意欲を高めることができたそうです。今後は2020年の東京パラリンピック出場を目指しチーム一丸となってさらに練習を重ねていくということです。また市内の小学校へも出向いて子どもたちとボッチャをしたいと考えている古畑さん、障害のある人に対する子どもたちの意識が変わってくれることを願っていると話していました。
次回11月11日からのチャンネル四日市は楠地区に伝わる伝統行事南楠のクジラ船祭りをご紹介します。次回もお楽しみに。